では次の方、面接よろしくお願いします。どうぞお入りください。失礼いたします。どうぞおかけください。失礼いたします。はい、どうぞよろしくお願いします。どうぞ。今日は面接にお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、まずは確認なんですけども、はい、学校と学部お名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私大正大学地域創生学部3年の土屋隆生と申します。土屋さんですね。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、本日はよろしくお願いいたします。ではもう早速なんですけれども、はい、面接にやりたいと思うんですけど、はい、あまり緊張なさらないように、はい、リラックスして、はい、自分を出していただければと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。まずですね、お伺いしたいのは、はい、土屋さんがですね実際今どんな就職活動をされていて、うん、それのよく言われると思うんですけど軸ですね、はい、選社基準というか仕事を選ぶ基準、うん、仕事とか会社を選ぶ基準というのがどういうものなのかを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、よく就活の軸っていうふうにあると思うんですけれども、うん、一番これは絶対言えるなっていうところが、はい、地域創生を果たしたいっていうところです。地域創生を果たしたい、はい、はいはいはい、学部もそういう名前でしたよね。はい、地域創生学部ですよね。はいはいはい、でまだどんな業界にしたいかっていうのはまだ絞ってはいないんですけれども、うんうん、いろんな業界を見ていく中で、はい、地域創生であったりとか街づくりを行っている会社っていうのが結構多いなっていうふうに感じていて、やっぱり街づくりっていう観点で見ていこうかなというふうに思っております。うん、なるほど。この地域創生街づくりっていうものに興味を持たれたのはどういうきっかけがあったんでしょうか。はい、私の出身は島根県雲南市というところで、中山間地域の中でも本当に山の中の地域なんですよね。で小学校の同級生も27人しかいなくて、はい、本当に過疎感を感じているんですよね。はいはい、でこのままではやっぱりなくなってしまうだったりとか、まちづくりをしていかないとダメだろうなっていうところで地域創生であったりとか振興に興味をいただきました。なるほど。少ないところっていうのはいろいろあると思うんですけど、はい、で少ないからイコール増やしたいっていうのは、うん、分からないでもないんですけど、うん、少ないことによって何かデメリットを感じてたのかとか、うん、どうして少なかったらもうちょっと、はい、増やしていきたいっていう、ね、はい、単純に故郷に対する愛とかいろいろあると思うんですけど、はい、どのような背景があったんでしょうか。そうですね、はい、まず少ないからいけないっていうわけではないんですよ。で私自身として大学を機に東京に上京してきたんですけれども、はい、これ一番の違いというのはやはりコミュニティの規模の差なんですよね。でこの差が何があれだというとやっぱり人と出会う数が違うなというふうに思っていて、はいはいはい、このいろんな人と出会えばいろんな価値観が出会えると思うんですよ。はい、でその中で地元であればなかなか人と東京のようにいろんな人と会うことができない、いろんな価値観をまだ知ることができないというふうに思っているので、まずは交流であったりとか、そのためにこう街づくりをしたいなというふうに感じました。なるほど。やっぱりそれは出てきてから思ったことっていう感じなんですか、それとも島根県にいらっしゃった時からいろいろ悶々とした思いがあったっていう感じなんでしょうか。そうですね、東京に出てくる前と出てくる後が、2つ、思いがあったんですけれども、間違いなく出てきてからの方が思いは強くなったなっていうふうに感じているんですね。はい、出てくる前の話なんですけれども、田舎であったりとか地方に住んでいると都会の子はもうちょっとなんかしてるよとかいろいろ言われてきたんですよね。誰に言われたんですか。親とか学校の教員とかですよね。はいはい、でも皆さんそこ皆さんも島根にいるんですよね。はい、そうです。だけど大都市を経験されていて、はい、こうだよってことを教えてくれたってことですね。はいはい、特に学校の教員の方々であったりとか、田舎が全てではないんだよっていうところで、やっぱり知っていかないと、いろんな地域で知っていかないといけないなっていうところで、交流を増やしていきたいなっていう思いは持ってました。なるほど、はい。で東京に出てきてからの方が結構いろいろあったということなんですけど、実際どんなコミュニティの規模が違うことによって、どんな経験を得たとか、メリットがあったとかですね、何があったんでしょうか。そこではそうですね、いろんな価値観を持っている人がいるなっていうところで、例えば、今面接をさせていただく機会もいただいたことは、こう地方では考えられないことだなというふうに思っていて、いろんな価値観を持っている人に会った、例えばどんな
価値観をね、うん、持ってる人でこんな人いないみたいな例ってありますか？そうですね、自分は比較的に真面目な方だなというふうに思っているんですけど、うん、大学の友人で結構ファッションでおしゃれが好きな人がいたりとか、スポーツ観戦もう毎月のように行ってますよっていう、東京とか都市でしか味わえないことを結構やられているなっていう人がいて、はい、あ、いいなっていうふうに思ったりとかはしてます。なるほどね、はい、そういったことがあって、うん、地域創生、うん、町づくりに関わるような、はい、まあまあ地域を活性化していくってことにってことなんですね。なるほど。じゃあそういう思いがあってで、まあ、一つはまさに今そういう勉強もされてるっていうことだと思うんですけど、はい、何かやってることってあります？今の地域創生をしたいという思いから、はい、そういう行動に移しているようなことっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、はい、いかがでしょう？大学時代に主に移住者を増やしていこうよっていう取り組みをしておりまして、うん、はい、まあ、実際に、まあ、新潟県南魚沼市に滞在をして現地のコシヒカリの美味しい、そうです、南魚沼市、はいはい、まあ、お米が美味しいところなんですけども、はいはい、実際にその現地の住民の方々の生活を体感するために40日間滞在をしたんですね。その地域の方々に地域の現状を知ってもらおうよっていうところでプレゼンテーションしたんですけれども、地域の方々に当事者意識を持っていただくために街頭アンケートを実施したんですよね。結果として3つの観点がありまして、食、観光施設、イベント、この3つの観点の地域住民の方々の認知度を713件回収いたしまして、結果として分かったのは、地域住民の方々が誇りとしているものであっても実際に携わったことがある人が少ないという現状を発見いたしました。例えばどんなことですか？そうですね、例えば鯛、はい、茶漬けっていう、まあ、地域の代表的なものがあるんですけれども、はい、実際に地域住民の方に聞いてみると、うん、あんまり食べたことないとか、うん、あんまり店に行ったことないのか地域の代表的なものであるかかわらず、はい、地域住民の方って意外に接したことがないのかなっていうふうに思いました、はいはい、京都人が金閣寺行かないみたいな感じですかね、まあ、まさにそのような感じなのかなというふうに思います、はい、なるほど。それがどんな問題だと思いました？まずはその地域にあるその特産物であったりとかをまず発信する前に、まず地元の人たちの興味を関心を抱いていなければ、やっぱり持続可能なこう街づくりを進みにあたって、これはどこかでボロが出るのかなというふうに感じました。なるほどね、はい、他にはあります？小さいことでも構わないんですけど、地域創生をしたいという思いからやってる行動っていうのは何かありますか？まあ、実際に先ほど体験をお話しさせていただいたと思うんですけれども、その時に関わった住民の方々と今でも SNS をやり取りしてるんですよね。でいつまでもその関係を保ちたいなっていうふうに思っていて、9ヶ月間毎朝ブログを更新していて、毎朝です、うん、私土屋流星と申しますけど、はい、この土屋という名前を1週間に1回でもいいから見ていただきたい、で名前を覚えていただきたいと同時に、その地域の方々に対して地域の発展だったり地域の振興について改めて考えていただく機会を提供しています、はい、なるほど、はい、どれぐらいの分量を書くんですか？毎朝って結構大変ですよね。そうですね、まあ、内容的にはたくさんあるんですけれども、分量的にはですね、平均で言うと300から500文字くらいなのかなって、まあ、一番長い、まあ、エントリーシートの自己 PR みたいなぐらいの量って感じですね、はい、まあ、一番長いので言うと1500文字とかあるんですけれども、はいはいはい、それらは日々の気づきであったりとか、新聞記事、日経新聞毎朝読んでるんですけど、それでいいなと思って記事を上げたりとかしてます、なるほど。それはやっぱり、はい、新潟県の南魚沼のことについてのことが多いとか、地域活性のことに関して書いてあるという感じなんですか？それはですね、はい、あまりこだわっていなくて、いろんな分野のものを取り上げています、うんうんうん、地域創生には関わるけど、いろいろな分野ってことそうですね。なるほどね、わかりました、はい、そういう価値観をもとに今会社選びをしているってなると、はい、具体的にどんなあたりを見てるんでしょうか？業界というところですか？業界でもいいですし、まあ、なんかこういうの会社なのかもしれませんし、うん、何でもいいです、はい、そうですね、たくさんあるかなというふうに思うんですけど、まあ、一つは地域住民と会話をしていきたいなっていうところがございまして、はいはい、やっぱり地域のことって地域住民の方々が一番知ってると思うんですよね、うんうん、なのでその1対1で会話ができるような職業には就きたいなというふうに思います。なるほど。それってどんなとこなんですかね、うん、地域っていうのもいろいろあると思うんで、うんうん、1対1で会話するっていうの、まあ、できそうな感じも、はいするんですけど、はい、土屋さんはどんなところだと思ってますか？例えば地域を活性化するために移住者を呼び込んでいきたい
っていうところになった時に、はい、やはり実際に地域の方々を集めて、そこでもっとこういうふうにしたらいいよとか、まあ、コミュニティができるような雰囲気なのかなっていうふうに思います、うん、例えばのもう例でいいんですけど、はい、例えばどんな企業とか、うん、どんな業界とか、はい、どんな会社とか、はい、どういうところをイメージしてます？単純に僕はそういう会社なんだろうなと思ってただけなんですけど、はい、そうですね。例えば住宅業界、住宅業界、例えば住宅業界であれば、お客様の住まいを提供するわけなので、家族の方であったりとか、まあ親戚の方であったりとか、まあそれに関わる専門の方が集まって、まあ一つのお家を作ることができると思うんですけど、まあそういったみんなでやっていきたいなっていうふうに思っています。まあ住宅業界は確かに地域の住民とか、そのまあ家が建ってる地域の人と喋りますもんね。そうですね。他にあります？例えば人材業界であれば、優秀な人材、地域が求めている人材を、誘致していきたいなっていうふうに思っていて、はい、例えば商店街、シャッター街とも言われてるんですけども、まあ、そういったところに外部から人を呼んで住民の人の意見を聞いたりするような、そういった職場っていうのもいいのかなというふうに思います。わ、はいはい、かりました、はい、それがまあ一番の企業選び、会社選びの軸になっているということですね、はいはい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ面接どうもお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。では土屋君お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？いや本当に緊張したんですけれども、うん、まあ、言えた部分もあったんですけど、うんうん、なかなか言えない部分はあったのかなと思います、うんうんうん、じゃあ澤さんに早速結果発表の方を聞いていただけたらなと思います。観点としては、僕が聞きたいことが言えたかどうかっていうことで言ったら、まあ、うんうん、丸ダッシュぐらいかなっていうふうに思うんですよね、はいはいはい、ダッシュっていうのはちょっと、まあ、後で理由は言いたいと思うんですけど、うん、そんな感じです、はい、基本的に地域創生をできるところということを軸として就活をしているって、まあ、これは別にいいと思うんですよね、はい、でその思いっていうものがどれぐらいのものかっていうのを今日ずっと聞いてた面接なんですね、うん、種明かしをすると。で地域創生ってよく社会的望ましさっていうんですけど、うん、それはみんないいよねって思うことじゃないですか、まあ、だから別に言うだけだったら簡単ですよね、はい、でそれに根っこが生えてるかどうか、つまり本当に地域創生の仕事に携われるんだったら、どんな大変なことがあっても頑張れるぐらいの根深いこう思いなのかどうかっていうのをいろんな質問で聞かせていただいたっていうことなんです、うん、でいろいろというものの大きく分けると2つあってですね、はい、1つは何かというと、その思いができたきっかけが何かどうか、うん、でいろいろお話を伺った上で、なるほど、そんなきっかけがあるんだったらその地域創生にかける思いっていうのは盤石だよなって思えるかどうかっていうのが一つ目なんですね。で最初の方は前半戦はそれを聞いてました、うん、でもう一個は